たまり文庫本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。薩摩藩藩主と付の文家の一つであった、たまり島津家の蔵書であったたまり文庫にあった、源氏物語の写本であったことから、このように呼ばれる。現在は1951年に、たまり文庫が一括して、鹿児島大学に寄贈されたため、鹿児島大学図書館たまり文庫の所蔵となっている。同文庫には、 源氏物語の写本としては、鎌倉時代の書者と見られる15条のみが現存する、たまり文庫本古筆源氏物語と、室町時代の書者と見られる54条の揃い本で、ある、たまり文庫本格、筆源氏物語とが存在する。本写本は、鎌倉時代の書者と見られる写本であり、現在は15条のみが現存する。奥書きの類はない。本文系統は各館ごとに、 青表紙本、河内本、別本が混在している。今井県へは、本社本を、この絵画本、保坂本、東山五分子本、国冬本、青表紙本、美州花本、伝阿仏二筆本、吉田光一氏本、大沢本、平松本、伝玉明筆本などと並ぶ重要な写本である。と述べている。絵合わせには一枚の落鳥が、若名下には、 大きな落鳥があるものの、破損や虫食いなどは皆無に近く保存状態は全体的に非常に良いとされる。本書の伝来は不明であるが、たまり文庫本格、筆源氏物語と同様に、この絵家からもたらされた可能性が指摘されている。現存する各巻ごとの伝承筆者と本文系統は以下の通りである。本文系統が別本とされる末期のいくつかの本文は、 ほ坂本に近い別本である。行為の不起答は、ほとんど見られない。行為源氏物語や、源氏物語体制行為編には採用されていない。ものの、日本古典文学全集、源氏物語及び、新編日本古典文学全集、源氏物語には、写本記号、玉、鹿児島大学図書館所蔵たまり文庫本に一条として、妻一条のみが、また、河地本。 源氏物語行為修正には、たまり文庫本、鹿児島大学附属図書館、まり文庫像として花園と松風の2条のみが採用されている。54条のソロイボン、デッ室町時代末期の著者と見られるもので、各館ごとに筆者の異なる寄り合い本。本文系統は、おおむねお表紙本と見られる。箱の下台は、この絵ただひろの筆になるもので、 伝来書と、源氏物語筆者目録が付されている。伝来書には、この絵様中古五伝来応援万院様より、聖華門院様、絵のみ譲るにて御時代比喩神聖和院様公を譲り、比喩御道書様より、一君様公をご配慮比喩公とあり、本社本は、元京都のこの絵家にあったもので、薩摩藩主、島津成之の娘でありこの絵忠だ広に貸しただ広の、性質となった。 島津大輝子が配慮したとの伝来書が付されている。火影3年3月29日に、行姫が没した後何らかの理由で実家の島津家にもたらされたのであろうと考えられている。現氏物語筆者目録によれば、筆者として、再建、川内守州高、姉が小路成津具、大木町持ちのここ倉騎手、大島本の書者者として知られる、明日正康の古州衣も、 特大寺さねさだの小美し問答、後どう、岩山道県等の名前が挙げられている。本社本は、後う源氏物語や、源氏物語体制行為編といった広本への採用はない。ありがとうございます。